そこそさやってること多いじゃん、続けてることって、人に言ってないこととか、そうすると外からの評価っていうのは得られないので、モチベーション下がっちゃうね。こんなの続けてたって意味あんのかなみたいにさ、意味なんていいんですよ。皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、公認心理師のみぶです。今日もアメイジング心理学始まります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。やる気はあるかな今日はですね、モチベーションを上げる方法についてお話ししていきたいと思います。モチベーション、モチベーションってなんだ説明できる結構難しいよね、よく使うけどね、モチベないみたいな私もよくなくなります、モチベーション。これね、何かを成し遂げようというね、意欲とかやる気のことを指しますね。モチベーションが低下しちゃうと仕事とか勉強もはかどらないし、目標を達成するのが難しくなるとかね、ちょっと良くないねまあやる気があるってことは素晴らしいことだけど、やっぱり上手にやっていかないと疲れ果ててね、モチベーションなくなっちゃいますね。だってさ、もう生きてる間中さ、何かに追われてるじゃないですか。そんな中で、日々ヘトヘトなのにさらに何かを頑張っていくっていうのはものすごいエネルギーだなと思うんですよね。私もね、昨日ね、なんかちょっと講座とか頼まれることあるんですよ、このお仕事をしてるとね。それは心理師である以上は、心理教育っていう感じで、いろいろな方々にね、心のことを知ってもらって、メンタルヘルスをね、推進していくっていう、職業上の役割があるんですね。だから、お願いされた時には、引き受けるんだけどお話がするのが得意な方もいれば、苦手な人もいるね。私もどちらかっていうとね、それまでというか今までは割と、もう本当に嫌だって感じだったモチベ下がるみたいな。私今でもさ、あれですね、少しね YouTube を始めて、大勢の前で話すってことが、少しだけ苦じゃなくなってきたけど、やっぱりね、昨日は思いのほか緊張しちゃって声が震えちゃいましたねそんな感じでね、なんかね、それ終わって自分できちんと評価すればいいんだけど、うまくできなかったなとか、あれ話すの忘れちゃったとかで、自分でそういう、なんていうのかな、評価をしちゃうとモチベーション下がっちゃうよね。なのでモチベーションを次も頑張るぞにね、持っていけるように、それにはどうしたらいいのかなっていう、自分への反省もあって、今日ねお話ししています。で、大きく分けてね、内発的動機っていうのと外発的動機っていうね、2つがあるんですね。内発的、もうこれね、字のごとく内側から出てくる動機、モチベーション、やる気ですね。自分の内側から湧き上がってきちゃう欲のことで、やりがいを感じたりとか達成感を得たりするような時に生じるもの。そして外発的動機っていうのは、外からの報酬とか罰によって起こる意欲のことですね。お金をもらったり、褒められたり、評価がついてきたり、そんなことですね。で、モチベーションが下がっちゃう原因って何なのって言うと、具体的にはそうだな、4つぐらい大きく分けて考えられるかな。目標が曖昧であるとか、そもそも達成が困難だったりするもの、ね、ちょっと私の今回は目標が曖昧だったかなあと失敗とか挫折を経験した場合なんか全部当てはまっちゃうとにかくね、喋る場所が寒かったんですよ。で、緊張して、そもそもガチガチになっているところに、さらにもう凍っちゃう。そんな感じで、声もうまく出なかったなっていうね、失敗、挫折を経験した。そんな感じです、私。そして、ストレスや不安を感じている場合、もう全部だ。全部だった。さらには、最後に周囲からのサポートが不足している場合。これ私はね、周りの方が一生懸命やってくださったんだけど、自分がダメだったって感じ。そして、じゃあね、
モチベーションを上げるにはどうしたらいいのっていう感じなんですけど、まず目標の設定ですね。これは明確な目標を設定することが大事、ですね。目標が曖昧だったり、達成がそもそも無理じゃねみたいなもんだと、ああ無理無理、ダイエットとかね、なんかいきなり15キロとかもう遠すぎてさ、今日食べてさ、ね、何グラムか減らしてもさ、ほど遠いは一生やれないかもみたいのだとダメじゃないですか。なので1ヶ月で1キロとかね、15ヶ月で15キロとか、そんな感じだと、それでもさ達成困難なのに、あんまり大きいもね目標とか立てちゃうといけないよね。で、まあ、この前もちょっと話したかな、目標設定したらそれを達成するために必要なステップをね、細分化して、いつまでに達成するのっていうね、具体的な計画を立てる。私ね、今1週間ごとに計画を見直しています。1ヶ月にここまでやりたいなぁを、スケジュール帳に書いとくんですけど、その後1週間だとこのぐらいかなみたいのを、目標設定して、でもなんかその月の自分の体調であったりとか、特に気分ね、であったり、疲れであったり、するのがちゃんと考慮に入れていかないと、結局1週間1個も目標に向かって何もできなかったってなるとやめちゃうんですよね。まあ無理だとか、もう結局こんなのちょっとそもそも私に無理なんだみたいになっちゃうので、1週間やってみて、この目標設定はちょっとあれだな、難しいかなと思ったら少しそのレベルを下げるとか、意外と毎日やれてるなってなったら、レベルを上げるみたいな感じでね、見直していくってことはとても大事。具体的な計画にしていくっていうのが大事です。ね、もう一つね、達成イメージね。目標達成した時のイメージを思い浮かべておくことは大事ですね。ここまでやれた時の自分。そうですね、やっぱり頑張ったねをやらないとダメです。目標小さくしたからできてもダメみたいにやたら厳しい、やたら自分に厳しい、みんな結構そうじゃない？人と比べてさ、だってみんなはもっとやってんじゃんみたいな。人はいいの人はほっといて、自分のことだから。そう、どの人と比べてるかってことだよね。いつもね、多分やれてる人やれてる人、その場所ごとに見つけて、すげえ人を集めてきて、私全然ダメみたい厳しい、無理自分は自分のペースでしか生きられないからね。人のこと見てたらもう私なんかね、本当にダメ。例えば私イラストでツイッターやってるんですけど、それやってるとやっぱりイラストを投稿している人たちのねツイートをいっぱい見たくなるんですよね。だね、みんなすごいの、もう毎日すごいクオリティの高いものを頻度高く、しかも面白くやってるのを見たらね、私クズでしかないなってね毎日思っちゃう。だからあんまり見ないようにしたわでも少しねレベルアップするためにサーチするってのことは大事だけど、あんまり見すぎるとね自信をただ失うばかりですよね。だからなるべくね、私は SNS から遠ざかるようにこっそりとやっております、そんな感じで、自分はここまでやれて偉かったじゃんっていうね、そういう達成イメージですよね。続けたねって、それだけでさ、もういっぱい、褒めてあげてほしい、自分をね。それがやる気を高めることになります。このでフィードバックね、今ちょっと言ったけど、自分の努力が身になってきてるなとか、継続されているなっていうことを感じられるとモチベーションが上がります。で、日々積み重ねてることって、人から評価されなくても自分は必ずレベルアップしていると思うんですよね。だから、そうだな、私もね、動画とかも例えばすごい登録者のいる人とか、いろんな人がいますよね。動画そのものが素晴らしかったりとか、そうやって人のものをやっぱり評価に入れてくると、途端にねダメみたいになっちゃうんですよ。だけど4年5年目に入ったのかな、
うん、続けてるよねとか、昔に比べれば少し噛まなくなったよねとか、口癖が変化したよねこれで口癖ね、減らない、減らすことを気をつけてやってきたんだけど、気がついたら変化してて減ってはいないんだなっていう、やっぱり話してる時のこの空白を何で埋めるかが変わってるだけでね、でもね、それに気がつくっていうのも大事ですよね。特にさっきみたいに誰かの前で話さなきゃいけない講演会とか、そういった時に、自分の口癖とか、こういった時の空白が自分は苦手であるとか、そういうことにを知ってるか知らないかっていうのはやっぱりクオリティの差になってくると思うので、そういう意味ではね、5年目にして歩みは遅いけど、ちったーねちったー進化したのかなとそう、自分へのフィードバックをね、そんな風にしています。で、やっぱり1個取れたら、あ、今日も頑張ったねって、自分にね言えるといいなと思うんです。皆さんも何か今日頑張ったねっていうのをね、ちゃんとね自分にフィードバックしてほしい。そのためにはさっきの例えば1週間ごとのスケジュールとかをこなしていく中で、定期的にね自分の成果を振り返って、そこに丸をつけるとかシールを貼るとかでもいいし、そんな感じでね、やれた時には、そうだね、サインペンでチェックを入れるとか何でもいいんですけど、フィードバックを自分でやっていくことが大事です。こそこそさ、やってること多いじゃん、続けてることって、人に言ってないこととか、そうすると外からの評価っていうのは得られないので、モチベーション下がっちゃうね。こんなの続けてたって意味あんのかなみたいにさ、意味なんていいんですよ、自分が見つけてれば人に評価されようと思うからさ、そういうことになっちゃうでしょね。私自分に言ってます今そうね、ご褒美ねあるといいね。目標達成した時に何か大きなものじゃなくていいんですよ。モチベーションを維持する、私は最近だとね、そうですね、絵を続けたいなと思っていて、メルカリでね、絵本をいくつか買いましたね。私何か達成したんだっけ何のご褒美だろうとりあえず買いました、それはね、モチベーションを維持するためのものにはなってるなと思ってますね。お金とか物だけじゃなくてね、リフレッシュする時間とか趣味の時間とかね、自分が喜ぶものであれば何でも構わないんです。ご褒美をあげてください。そしてリフレッシュも大事。こうずっと長くね同じことに取り組み続けてると、モチベーションは下がります。普通に下がります。だから適度にね休憩とかリフレッシュをとって気分転換することはすっごく大事。どんなこともそうですね。たまに休憩とかリフレッシュ入れないとあれです、過集中でその後電池切れになる私毎日やってるからそこはね任せて、それがどんだけやばいかってことはねそうそう、体壊しますよ、心も壊しますよ。モチベーション今ねどうやったら上がるのって話をしたんだけど、上げるだけじゃなくて維持することも大事ですよねそう、維持しないと達成できない。で、今のお話の中にもいくつかあったけど、目標をね小さく立てましょうね。大きい目標は達成までにとっても時間がかかっちゃう、途中で挫折しちゃいます。だから小さい目標を立てて達成感を積み重ねていくことがとっても大事。それからね、これがね一番大事だと思う、楽しみながら取り組むってこと。自分が楽しいと思うことはもう勝手にモチベーションが上がっちゃうじゃないですかね、モチベーション維持しやすくなりますね。そのためにやっぱり目標を達成するためにやること自体が楽しいことであることがいいですね。だからお金のためとか名誉のためとか有名になりたいからっていうと、なんていうか積み重ねていくものが具体的じゃないから、それに楽しくないですよね。なんかやりたいことやってるわけじゃなくて、結局すごく曖昧な目標なので、
なのでやっぱね、自分がワクワクするようなことを、やれるといいね。そして失敗を恐れないってことは大事です。もう毎日失敗の連続だよ私本当にね昨日もね、まあ思った以上にダメだったね、でもね次もやります。お話が来れば頑張ってみます。失敗を恐れて挑戦をね避けていっちゃうと、結局自分は逃げてるなみたいなことも感じたりとかしますよね。ダメだなとか、こんなことでもやれないんだみたいになるけど、失敗しないと成功しないんですよね。私も動画もそうだね、失敗っていうか、いろんなコメントが来たりとか、口癖が気になるとかね、いろんなことを 言われたというか、コメントに書かれたりしながら、でもそういったもの順調にばかりはいかないですよね。登録者も激減したりとかそういうこともあるけど、こうそういったものをネガティブに捉えるというよりは、何かそこから得られるものってむしろトントン拍子でいくよりもすごくたくさんあって、苦しいけど続けていくってことで何かしらの力にはなっていくんですよね。だからの失敗は恐れずにいこうね。そして周囲のサポートもあるとより頑張れるのかなと思います。特にダイエットとかね、言っとかないとね油っぽいものとか甘いものがねやたら出てきちゃったりとかして、周囲のサポートゼロみたいななんで食べないのなんて言われちゃうよね。そうそう、だから周りの人に、こう私こんなことやってるんだって言うと、応援してもらえるし、妬む人もいるかもしれないけどそこはね人を選んでくださいね。この人なら私のやってることを認めてくれて応援してくれるだろうって人はきっとね分かると思うので、ちょっとお話しして、信頼できる人にね手伝ってもらうこともあるかもしれないし、サポートしてもらうこともあるかもしれないからね、ぜひ周囲のサポートも受けていきましょう。今日はですね、モチベーションを上げる方法、モチベーションを維持する方法についてお話ししてみました。まあね、下がる下がる、失敗したりするとね、私も昨日疲れ果ててね、泥になってましたけど、なんとかね、よくやったって、まあいっかって自分に言い聞かせて立ち上がりました。そう、ビターンってね、倒れてもね、本当にね、ただじゃ転ばない。そこにある草を捕まえて立ち上がります。ということで、皆さんはですね、何かへの挑戦とか、継続についてね、モチベーションを上げながら、そんなに急ぎ足で行かないようにね、ちょっとずつちょっとずつ進んで自分を褒めながらやっていきましょう。今日も最後までお聞きいただいて本当にどうもありがとうございます。またお会いしましょうね。いつも本当に本当にありがとう。またね。皆さん、いつもご視聴そしてコメント本当にありがとうございます。瞑想動画をよく見てくださっている方が増えてきています。1年ほど前にですね、実はこっそりと瞑想動画だけを集めたチャンネルを運営し始めていたんですけど、瞑想だけ集中してみたい方、ぜひこちらのチャンネルもご登録いただけたらと思います。これからもリラックスミュージック、瞑想そしてポモドーロに関しては新しい念点というチャンネルで運営していきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。ぜひ登録してね。